学校を終えて児童が帰ってきたのは家ではなく公民館です。井上小学校の4年生から6年生の児童26人が火曜日から4泊5日の公民館通学合宿を行っています。宿題を始める児童、角度の求め方って習った？習ってないか。サポートするのは須坂高校と須坂東高校の生徒19人です。家では教えてくれなくて、だけど公民館では高校生とかが教えてくれる。高校生優しいなって。合宿は児童には自立と協調性を養ってもらい、高校生には子どもたちとの関わり方や責任感を学んでもらおうと初めて企画されました。発案者は地域おこし協力隊員の井上陽介さんです。短期的な目標で言えば、この井上小学校の通学合宿に参加した子たちが地元の高校を進んで合宿に参加してほしいです。そしてその子たちがまた地元の子たちの面倒を見て育てていく。合宿の中身やスケジュールは高校生が考えました。この日は合宿2日目。児童と高校生が5つの班に分かれて風呂や宿題などのスケジュールをこなしていきます。いい感じじゃん。これで宿題頑張れそうですね。よし、行こう。2班の班長は須坂東高校3年の大山香彩乃さん。助産師を志していて、子どもと関われる機会に魅力を感じ参加しました。元から子ども結構好きで、それでちょうど 小学生とかと関われるゼロから企画して、自分たちと一緒に合宿するっていう企画ももっと魅力的に感じて参加しました。2班はこの日夕食当番。地域住民にも手伝ってもらいながら豚汁とチンジャオロースーを作りました。うそやん。どうどう、やってみたらどう。マスクで目隠しとこう。なるほど。大丈夫。うん、じゃない、何でもやってみた。本当だ、 目が痛くなってきた。焦げた。美味しそう。このピーマンしなしなになったらいい。作ったのはおよそ50人前。家庭ではできない経験です。こっちの方が肉たっぷり。楽しい、嬉しい。自分が作ったの食べてもらった。家でもいろんなのを作っていて、いろんな料理をできるようにしたい。いい経験になったね。いい経験になりました。こんな作ることないんで、もう豚汁は作れます。早くから始めようって言って、結構小学生もやりたいやりたいみたいな感じで意気込んでくれてたんで、結構スピーディーにちょうどいい感じに終わらせることができたんで、よかったかなって思います。手を合わせましょうだよ。いただきます。いただきます。
持ってる？持ってます。大丈夫。暑いな。絶対多いから。前。ピーマン1本入れよう。1本は1本ね。和で入れた。ピーマンにしよう。やだ。ピーマン1本だけ。1本だけ。どうお味は？美味しいです。みんなで食べた方がとっても美味しいです。発案者の井上さんは信州大学で教育を学び、現在は須坂東の両校で探究の授業のアドバイザーを務めています。高校生の成長に期待を寄せていました。教育だったりとか子どもに関係する将来を考えている子たちが多数参加してて、26人という子どもたちの命を預かって親御さんの期待を背負って合宿を完全にやりきるってなった時に、恐ろしい責任感と当然大作ストレスもかかりますし、けどそこでやっぱり自分たちでこう考えて乗り切ることっていうのもその子たちに成長してほしいことだなと思っています。はい、来た来た来た、はい、行って行って行って。就寝前のお楽しみ会、みんなで花火をしました。あ、最後、はい、じゃあそこ上それさ、下に落ちてくるか。あ、めっちゃ下抜けるね。一日の最後は班ごとの反省会。大根切った、おお、玉ねぎ泣いたって泣いたね。楽しい。お父さんとかお母さんいなくても平気？平気？なんで？他の人たちいるから。ご飯とか片付けとか、あとお風呂とか、自分ではめったにやらないようなこととか自分で体験して、大人の仕事の大変さを改めて感じて、それをやってくれてありがとうっていう気持ちを話そうかなと思いました。児童が眠りについてから、高校生は反省や翌日の打ち合わせ、夜遅くまで続きました。一日があっという間で、反省も結構出てて、あっという間すぎて、逆に今のこの瞬間を楽しみながら成長をサポートしていきたいなと思ってます。合宿3日目、児童と高校生すっかり打ち解けています。井上さんはこの合宿が地域のつながりを深める催しになればと考えています。小学校で合宿を経験する側、高校で合宿を作る側で、大学行って地域に戻ってきた時に合宿を手伝う側に回ることで、こう一つのワンサイクルになっていくかなと思っていて、世代間で知らないとか、あ、つながりがないってことが減ってくると思うので、ちっちゃい頃からちょっと意識を変えるっていうのがすごい大事だなと思ってます。子どもたちの成長を促す4泊5日、合宿は明日が最終日です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。